マイナンバー制度、スタートしましたね。まあ、いろいろね、賛否両論あるみたいでね、国民のね、8割ぐらいの人がね、ちょっと不安に思ってっていうことみたいですね。まあ、違う言い方すると、8割の人があまり国を信用してないのかなとかね、まあ、そういうふうに取れるかなっていう、感じですね。うん、それでね、そのマイナンバーのね、スタートで、そのマイナンバー制度の内容がどうのこうのじゃなくてね、あ、とうとうそういう時代になったんだなってね、トトのね、バンドの、トト、スティーブ・ルーカーさんのね、トトのセカンドアルバムね、まあ、超有名なハイドラっていうね、中の99って曲あるじゃないですか。岡村の99じゃないよ。99ね。曲名ね。あれがね、その99っていうのがね、それまあ女の人の、まあ名前っていうかね、番号。あれがね、ジョージ・ルーカスの映画からね、なんか撮ったらしいんですけどね、その内容がね。なんか、もっとね、現代よりもっと数百年先のね、本当未来の話で、まあそのマイナンバー制度じゃないけど、まあ人間がね、全員番号で、その呼ばれてね、管理されるっていう、世界でね。まあ、地下都市っていうのかな、地下世界みたいな。僕、その辺はね、ちょっと見てないで、あんまり詳しいことわかんないんだけど、昔なんかで読んだ、内容に書いてあったんだけど、その、数百年先の未来にね、まあ、番号で、人間がね、管理されて、まあ、本当に前、その、ナンバー制度みたいな感じでね。で、まあ、いろんなことを、規制されてて、で、まあ、まあ、いろいろ抑圧されたそういう世界の中でね、まあ、その、ある人物がその恋に落ちて、それはまあ、ご法度だと、まあ、なんかそういう、感じのなんか、ストーリーらしいんですけど、まあ、その、女の人の名前が、その、番号がね、99番。で、まあ、今回のね、その、マイナンバーの、話でね、なんか急にその、トトのね、99を、ね、思い出したっていう、ただそれだけの話なんですけどね。でね、で、まあ、その、トトね、僕も大好きなんだけど、そのトトのアルバムの中でね、まあ、名盤がいっぱいあるんですけど、一番好きなのがね、このトトのね、この聖なる剣ってやつなんだけどね、1982年、ちょうどね、僕がね、20歳の時にね、出た、発表されたアルバムなんだけど、これはね、今までね、いろんな人にね、聞いた方がいいよって言ってね、進めてきたね、アルバムなんですけどね。赤いやつね。聖なる剣ね。でね、これはね、多分ね、絵柄もね、このジャケットの絵もね、見たことある人多いと思うんですけど、まあ聞いたことなくてもね。で、中に入ってるのがね、まあアフリカとかね。アフリカはもう、さっき、オープニングでちょっとやりましたけど。聞いたことあるでしょ？このアフリカとかね、あとはホールドユーバックとかね、ロザーナ。ロザーナも売れたもんね。あとはね、アフレイドオブラブってね、アフレイドオブラブはね、なんちゅうかな、ギターやる人はね、結構当時弾いてたね。まあ僕もよく弾いてましたけどね、もうちょっと忘れちゃったけど、どうなんだったかな。どうだったっけ。
だからね、お祭りのね、ライブとかね、ああいうのでね、結構これやってるバンド多かったね。やっぱね、ギター弾く人は結構ね、このリフの感じがね、この、こう、こういう感じがね、結構、ギタリストはね、好き、当時ね、流行ってね、やっぱりなんかこう、ほんで、やっぱり82年、まあ80年代の前半はね、そういうなんか、本当ハードロック、まあ今じゃハードロックなんて笑われちゃうかね、ハードロックブームっていうのかな。で、ギターもね、やっぱりちょうどこのフロイド・ローズっていうのはね、もう全盛の時代でね、あ、このトレモロね、あのロックシステムでね。で、結構当時、やっぱクレイマーのバレッタとかね、シャーベルのね、こう、ワンハムのね、ワンハムバッキングのね、リアだけのワンハムのギターも結構流行ったりね。それからまあ、SSH ね、シングルシングルのハンバッカーの結構ね、いろいろワイヤリングがいろいろ変えれるのとかね、結構やっぱり、流行ってましたね。いいギターがね、結構。ただね、僕はトレモロはね、フロイド・ローズみたいなあのロックシステムのタイプがね、当時から若い時からやっぱ苦手でね、やっぱり普通のストラトについてるあのシンクロのね、ごくごく普通の、ああいうのがやっぱ好きでしたね。あのフロイド・ローズね、弦変えるのめんどくさいね、なんかね、だから、レンチとかいるしね、ああいうのはちょっとどうも、ダメでね。で、この、なんていうかな、ナットの部分で、殺すもんですからね。なんかヘッド側の方に、その、なんか楽器としてのテンションがね、なんかかかってないような感じで、このフレットとこのブリッジの間だけで止まってるって感じでね、なんか、ボディを生かした音が出ないんじゃないかな。まあ、勝手ななんか自分のね、嫌な理屈をいっぱいつけてね、拒否してますね。で、未だにやっぱり、もう、ね、ギター始めてもう三十何年ですけど、あれですよ、未だに、あんまり好きじゃない、ロックシステムはね。まあ、今日はね、マイナンバー、制度から、の、ね、スタートから急にね、ちょっとナインティナインで、トドのね、トトのね、ナインティナインで思い出して、で、まあ、せっかくだ、せっかくだからね、僕の一番好きなね、この、聖なる剣のアルバムをね、1982年の聖なる剣、トトを知ってる人だったらね、まあ、絶対知らない人はいないだろうっていうね、名盤ですけどね。まあ、一回も聞いたことない人はね、聞いてみて。めちゃくちゃいいアルバムだから、これね。僕はハイドラより、好きだな。こっちの方がね。まあ、とにかく、トトの中では一番好きなアルバムですね。まあ、ジャケットもちょっとインパクトあるしね、結構。はい、ということでね。今日は、ね、マイナンバー制度、ちょびっとしっかり、のお話でした。